上は安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将大名では国本総藩の初代藩主官位は地後位下兵庫頭英六十年六郷道行の長男として誕生では横手城に本拠を置く小野寺義道はでは南部において最上氏と伊達氏が対立構想を展開している隙を狙いたびたび 山形県内陸北部に攻め入っているが、天正14年、吉道が最上領に進行した時、成城は本堂市、久米野市、金沢市らと共に、小野寺軍に加わっている。また、天正15年にも、小野寺配下の山北七人衆の一人として、安藤三ネへと戦った。天正17年に、安藤市の内交として起こった港合戦では、 小野寺義道、南部信ぶ戸沢森康が、安藤通樹を支援したのに対し、六郷成城は、サネスへの要請に協力して、秋田川で出陣した。それに先立つ天正16年に、もがみよが、百合ぐ赤乙の国人、お助川寺部に送った書状では、構想中の六郷、小野寺領氏に講和を進言していることから、 天正15年から16年にかけての時期に、六号政情が、小野寺市から自立して、独自の動きを強めている様相が伺える。天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣したことで、秀吉政権への侵入が認められ、では国内の所領4500余石が安堵された。対抗増入地は6276国に上る。 六号領の地行行は一万三千八百国余りであるから、倉入地を差し引いても六号市安土の所領はいかにも少なく見えるが、これは、久米市、金沢市、上尾町市、戸牧市などの一等州のそれぞれに安土城が給付されたからである。また、六号城周囲や尾物川沿岸の肥沃な一帯は、倉入地として没収されたものの、川、熊川、 応募における船場の支配権は、従前の通り認められたため、領内経済の運営には、大きな支障を及ぼさなかった。六号周辺の中軍と呼ばれた地域の米国、木材などの物資はこれらの船場から、お物川周運を経て、土崎港に運ばれ、逆に、景気、西国や北陸地方の品々が、領内に持ち込まれる仕組みが出来上がっていた。 豊丸に関わる海域や石船、船役、船主船を租税として徴収していた。天正20年、文禄の役では、非全国名古屋城に、在陣している。ただし、実際の朝鮮への都会はなかった。相当総流雲山英船寺の三門、二階堂一族久米野市出身の、高層同窓度合いが最高したと言われている。正常は、 城下町六号の建設にも尽力した。すでに、父道行きの代から建設は進み、室町、倉町、馬屋町、立町、大町、裏町、芋地町,町、中町、魚町が早い段階から一つの道路で結ばれていた。文六年間には、増市町、小町、新町、加護町、米町、上町、寺町などが新たに建設されて、 町域を広げた。城下町を中心に街道が作られ、紫草、著漆、木狼など商品作物を集めて人や物資が集まり、商人からは町役、土葬役、酒屋役などの営業税を徴収した。こうして、六号を、出羽北藩屈指の城下町に成長させている。慶長五年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みし、 西軍に組みしたのでら氏を攻撃した。戦後の慶長7年、その功績により、日立府中1万国の所領を、家増違法された。慶長19年からの大阪の陣にも参加し、先行を挙げた。その功績により、元那9年、もがみが改役された後を受けて、その給料である、出羽国本層に二万国の所領を、家造違法され、本城藩の藩祖となった。 寛永11年4月28日、本城にて没した。去年68、家督は、長男、正勝が継いだ。三男、正直は200票を与えられて、旗本に列し、四男、正秀の子孫は後に600国の旗本となっている。ありがとうございます。